札幌アウトドア&ライフです。今回はデイキャンプに行きましたが、15時以降雨が降るということで早々に切り上げて、緊急事態宣言解除後初めての外食焼肉を食べに行くことにしました。リブロース切り落とし定食を頼んだんですけれども、肉質がきめ細かくて霜降りも入りやすい上級部位となるそうです。設備が充実しているだけでなく、店内もとても綺麗に保たれてます。焼いた後は自分の好みの大きさにハサミでカットできますので、食べたらですね、ジューシーでとても柔らかくて美味しかったです。とうとうラスト1枚となってしまいました。ライスを大盛りにしたので肉の量とライスの量がぴったり一致しまして、最後まで美味しく食べれそうです。Thank you.
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。